鳥もしばしば鳴くに、心慌ただしくて、連れ泣きを恨みも果てぬ死のの目に、取り合えぬまで驚かすらん。連れ泣きを恨みも果てぬ死のの目に、取り合えぬまで驚かすらん。女、身のありさまを思うに、糸を尽きなくまばゆき工事して、めでたき御恩心なし、御恩心もてなしも何とも覚えず、常は糸すくすくしく心づきなしと思い、穴ずる伊予の方のみ思いやられて、夢にやみうとぞ、空恐ろしくつつまし。で、いよいよ時が過ぎていくわけです。そういう国々の別れを惜しんでいるうちに、時が過ぎていくわけです。鶏ももう二番鶏、三番鶏というふうに泣き立てるようになった。で、心がすっかり慌ただしくなって、そこで源氏の君が絹切の歌を読むわけですね。連れ泣きを恨みも果てぬ死のの目に、取り合いぬまで驚かすらん。鳥が書き言葉になって使われているわけですが、連れなしっていうのはこういう別れの時にそっけない様子、それが連れなしですね。その連れ泣きを、あなたのそっけないの恨みを果てぬ、恨んで言うこともまだ終わっていないうちに、その死のの目に東の空がほのぼのと明るくなってくる頃に、取るものも取り合いのほどに鳥が鳴いて、そして驚かすら。驚かすっていうのは、ハッとしてこう眠りを覚まされる、それも驚かすですね。やがてそれがびっくりさせるっていうふうに、びっくりするっていうふうになるわけですが、ハッとさせられることです。ここはだから一番、この状況から見れば眠りを覚まされることだ。連れ泣きを恨みも果てぬ死のの目に、取り合えぬまで、取るものも取り合えぬほどに、何をする暇もないほどに慌ただしく驚かされることだ。びっくりさせられることだ。あるいは目を覚まさせられることだ。で、女が身のありさまを思うに、自分の身のありようを思うにつけて、糸つたなくまばゆき工事して、大層不似合いで、不相応で、こんな、ね、源氏の君に対して自分のありようがあんまり不似合いな気持ちがして、めでたき御恩もてなしも何とも覚えず、大変結構なこんなおもてなしをも何とも思っていない様子だ。つまり糸つきなくまばゆき放置して非常に不似合いで、そして、目の覚める、目の覚まされるような気持ちがして、まばゆい気持ち、目がまぶしいほどの気持ちがして、で、そのまばゆい気持ちの状態で、せっかくの源氏の君の手厚いおもてなしをも、まだ何ともありがたいと思う心のゆとりもない、何と思う心のゆとりもない、常は糸をすくすくしく、すくすくしってのは
不愛想で、心づきなし、気に食わない男だ、そう思い侮っているあの夫の伊予之助の、伊予の方のみ思いやられて、伊予之助のことばかりが思いやられて、ひょっとして夢に見うらん、一番恐ろしいことですね、夢に見えるかしらんと空を恐ろしくつつまし、気持ちがぞーっとして体が引き締まるような気がする、背筋が寒くなるような気がする、この隠し事があの年上の夫に気取られたらと思って、ゾッとするような気持ちがする。つまり源氏のこの細やかな心のありようなんかを心に感じているどころではないわけですね、女の方では。しかし返し歌を読みます。身のうさを嘆くに赤であくるよは、取り重ねてぞ根もなかれける。身のうさを嘆くに赤であくるよは、取り重ねてぞ根もなかれける。またここでやはり取りを書き言葉で使っているわけですけれども、男が釣れなきを恨みも果てぬ篠の目に、取り合えぬまで驚かすらんというふうに歌ったわけですが、女はその自分の身のうさを、自分の身のつらさを嘆くことに、赤でっていうのはこれでもう十分だと思う気がしないことですね。ただし万葉集なんかで、あかぬ、見てもあかぬというふうに言うのは褒め言葉なんですけども、見ても見てもこれで十分だという、堪能したという感じがしないほど素晴らしい景色だというふうな、そういう時にこう使うんですけども、ここはそれとはちょっと違いますね。身のうさを嘆くにあかで、自分の身のつらさを嘆くことに、いくら嘆いてもこれで済んだという思いがしないで、で明けてしまう夜は、鳥が鳴くのと鳥重ねてぞとこう言っているわけですが、重ね重ね根も泣かれける、心声に出して泣かれることです。根も泣かれける、声にも出して泣かれることでございます。どうせこういう時の歌はね、男の歌に対して、返し歌ですから、その歌の男の歌の一部分を取って、そして、男の心に対してこう自分の心を込めて、歌わなきゃならないんですから、非常に技巧的になるわけですね。気持ちの上でも、あるいはその使う言葉の上でも技巧的になるわけです。だから女の人の方が、厳しい状況をいつでも強いられている。相聞歌のやり取りの上では常に女性の方が苦しい要求を突きつけられているわけですね。即座にそれをまたしなきゃならないわけですから、ですから大体、女性の歌の方が技巧的に優れている。これはもう古代から現代までそうですね、ただその技巧的に優れているってことが果たして本質的に優れているってことといつでも重なるかというと必ずしもそうはいかない。よそのあきこさんの歌みたいに技巧的には非常に優れているけれども、心の上では主人の鉄管さんの方がずっと深いっていうような場合もしばしばあり得るわけですね。それが現代というか戦後のこの50年なんかは、あるいは近代は非常に技巧ばっかりいった時代ですから、与謝野晶子さんの技巧の方が、ちょっと意表をついた技巧の方が高く評価せられている。しかし本当は鉄管の歌の方が心の
上でははるかに深いんですけれどね、これもあと1世紀ぐらい経つと評価が多分ひっくり返る部分がかなり多いだろうと思います。今の流行の中の評価ですね。とにかく近代からことに戦後の時代は非常にあの今までの従来の歌になかった技巧をどんどん取り込んで、そして新しいスタイルを要求せられた、そういう時代、それに応えようとしてまた歌人たちも必死になった時代ですから、それがそのまま歌自体の健康さ、あるいは歌自体の本質的な内容の深さ良さというものときちんと重なっていくかどうかっていうのは別問題なんですね。で、まあ、そんなふうに女も歌を返します。琴と赤くなれば、琴とってのは、ね、時間が急にこう過ぎていく、経過していくことを言ってるわけで、まあ、みるみるうちに明るくなったからして、もうブズブズはしていられない、掃除口まで送りたもう、あのさっきの掃除口のところまで、女をお送りになる。うちもとも人騒がしければ引き立てて別れたもうほど心細く隔つる席と見えたり、でうちも外も人の気配がもううるさいほど身近に聞こえるからして、障子を引き立ててピタッとこう障子を引き締めてピタッとこう閉じて、そしてお別れになる、そのほど、ね、その時のお気持ち、心細く、そしてこれが二人の間を隔てる席と見えたり、関所だというふうに思われた。これも、ね、後のあの関屋の場面なんかをなんとなくこう伏線にしているような言い方のような気がしますけれども、関所のように思われた。